はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、初春トミカ軽春を紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカは初春トミカ軽春平成25年バージョンになります。車種の方はスカイライン 2000GTR だね。ボディカラーの方は艶消しのマットな感じの塗装だね。深緑色とブラックと、この辺りはベージュになるのかな。フロントの方から見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトとグリルの部分は別パーツになってるのかな。でバンパーの部分はベージュで塗装がされてます。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。ベージュの部分のところにはうっすらと文様が入ってます。でこのままルーフの部分を見ていくと平成25年ってプリントがされてあって、絵ともプリントされてるね。で助手席側はこんな感じだね。ドアの部分には K ってプリントがされてあって、ホワイトのラインがアクセントになってます。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドで塗装がされてあって、バンパーの部分はベージュで塗装がされてあります。で運転席側はこんな感じだね。反対側の助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。ボンネットの部分の塗装の感じも綺麗だし、オレンジのラインがまたアクセントになってるね。でタイヤの方はサスペンションがついてます。でホイールの部分もこれもシルバーで艶消しの塗装がされてあるね。で特にそれ以外ドアの開閉ギミックとかはないです。で裏の方を見るとスカイライン 2000GTR 2011年の写真になってます。箱の方を見てみると、このデザインはどうやら紙下姿っていうのをイメージしたデザインになっているそうです。なかなか手触りがいいね。で2台目はこれだね。車種の方はスカイライン 2000GTR でさっきと同じだね。デザインはこれは甲冑をイメージしているそうです。でフロントの方を見ていくとこんな感じだね。ヘッドライトの部分はゴールドで塗装がされてあるのかな。さっきとなんかバンパーの形は違うような気がするね。でボンネットの方を見ていくとこんな感じだね。中央の部分に平成25年と絵とかプリントされてます。で甲冑をイメージしてるっていうだけあってなんか強そうだね。でルーフの部分を見ていくとこんな感じだね。ゴールドのラインがアクセントになっててかっこいいね。で助手席側はこんな感じだね。軽春の春、春ってプリントがされてあります。この部分もなんかすごく強そうな甲冑のイメージだね。で後ろの方を見ていくとこんな感じだね。テールランプの部分はレッドの塗装になってて、一部この後ろの部分は艶消しのマットな感じの塗装になってます。で運転席側はこんな感じだね。これも助手席側と同じデザインになってます。で上の方を見ていくとこんな感じだね。このボディカラーの中にゴールドの塗装はかっこいいね。でこういう部分は甲冑の留め金か何かをイメージしてるのかな。でタイヤの方はサスペンションがついてます。だけど結構微妙に浅いサスペンションだね。でタイヤの方はフロントがブラックで、リアがシルバーの艶消しの塗装になってます。でギミックはそれ以外は特にないね。で裏の方を見ていくとスカイライン 2000GTR 2011年の写真になってます。こうやって見てみるとやっぱり甲冑をイメージしたっていうだけあってすごく細かな塗装がされてるね。ゴールドのラインがすごくかっこいいです。で軽春トミカ2台並べてみようかな。こんな感じだね。こうやって2台並べてみるとこっちのトミカの方がなんか大きく見えるけど、ボディの形状と大きさは同じになってます。でフロントの部分を見ていくと
こんな感じだね。ヘッドライトとかグリルとかシャーシのバンパーの部分の形状が違うんだね。ダイキャストでできてるボディの形状は同じなのかな。で、後ろの部分を見ていくとこんな感じだね。やっぱりこうやって見てみるとシャーシのバンパーの部分の形状の違いなのかな。で、内装のカラーリングが違うね。オレンジ色のカラーリングで、こちら側はブラックのように見えるけど紺色の内装になってます。なかなかボディカラーに合っててかっこいいね。箱の方はこんな感じだね。正面にトミカの写真があって、この部分に平成25年ってプリントがされてます。で、側面とかはこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。で、中の方を開けてみるとこんな感じだね。この部分には、で、ここに日産スカイライン 2000GTR ってプリントがされてます。で、この辺りもちょっと説明文が書いてあるね。日本の伝統色と文様を使って戦国武将のイメージを作りましたってことだね。で、パッケージの方はこんな感じで入ってます。はい、今日は初春トミカ慶春平成25年バージョンを紹介していました。で、このトミカなんで紹介したかっていうと、年末の大掃除の時に未開封の状態で出てきたので、今回お正月に紹介していました。で、ボディにプリントされてた慶春っていうのはすごく縁起の良さそうな感じだね。で、戦国時代をイメージしたっていうだけあって、この上下姿をイメージしたのと甲冑をイメージしたっていうのはぴったりのデザインだね。いい2台セットになってると思います。で、このトミカは平成25年のお正月発売だから約6年ぐらい前の商品になるのかな。で、当時はだいたい1500円ぐらいが定価だったけど、今はアマゾンでだいたい1000円ちょっとぐらいで購入することができます。興味のある方はチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。